滝沢馬琴作加藤武雄役里見発見伝第3回浜路の死浜路の気の変わらぬうちにと引き録の家では婚礼やごちそうの支度に上を下への大騒ぎとなったそこへやってきたのが網星左衛次郎で。 忙しそうに玄関から出てきた下男を呼び止め、何かあるのかいこの騒ぎは。ご存知じゃなかったのですか浜地様のご婚礼ですよ。え相手は誰だ神代のおひがみ様です。サモ次郎は、はがみをして悔しがった。それもそのはず、引き録に浜地をやるからと言われて、 死のから村雨丸を盗み取る危ないゲーもやったのだ。ね、どうしてくれよ。憤ったサモジロは何をもったか引き返して家へ帰ると旅自宅をしてその夜遅くそっと引き録の家へ忍び込んだ。一方死の決意をした浜地はそっと裏庭に出た。庭の松の木の枝に しごきをかけ、あわや首をつろうとしたその時、先ほどから小影でこの様子を伺っていたさもじろうが、浜次どの、何をなさる？と慌てて抱きとめた。あ、あなたはさもじろう様。し、静かに。さもじろうは浜次郎の口にサルグツワをはめると。 いきなり横抱きに抱えて一目散に裏木戸から逃げ出したしばらく走ると道端に一丁のカゴが待っている素早くハマジをカゴに乗せるといたろうかたろうという屈強なカゴかきが行きずえとって駆け出した佐野次郎も遅れじと後から続いたやがて本郷の丸塚山まで来た時突然カゴがピタリと止まった どうしたかごや早くやらぬかせきたてるさもじろうを二人のかごやがせせら笑って態度もがらりと変わった。おい三品、この夜道をむやみに走らせられてたまるかい。もう少し逆手に色をつけてもらいてえもんだ。とゆすり始めた。よくわかった。板橋まで参れば逆手はうんと弾むぞ。早く頼む。 すなららっいしてもらおうよりによって物騒な籠か,かきを雇ったのは佐衛次郎の不覚であったがここで怒らしては今までの苦心が水の泡になってしまう佐衛次郎は懐から三百もんばかりの金を取り出すと「これでどうじゃ」と2人に渡したところ金は無残にも地面にたたきつけられた「見損なっちゃいけねえぜ」 俺たちを誰だと思いやがる板橋の板郎、雲のそのろ郎といや、ちっとは知られた兄さんだぜ。三百や五百のはした金なら、こっちからくれてやら。金を出すのが嫌なら、この女を置いて行け。行きえをとって、今にも打ってかからんとするありさま。己無礼な。言わしておけば造言の数々。 さすがにたまりかねて、サも次郎は刀の塚に手をかけると、さっと一戦。腕に自信はないが、刀は名刀村雨丸だ。うわやったなぁ。片楼は肩を押さえてぶったおれた。うん、兄弟の仇。イタロウは生きずえ振りかざして打ち込んできた。あしらいかねて夢中で振った村雨丸は、生きずえを真っ二つに。 その余った切っ先が、伊太郎の腹にざっくりと刺さった。さすがに村雨丸の切れ味はすごいものだった。籠ゴや二人を切り倒して、ほっと一息ついた佐モ次郎は、そこへ放り出されたままのかごに近づいて、浜ど殿、ご心配は無用です。悪い雲助は成敗しました。さあ、縄を解いてあげましょう。 縄を外し、猿靴はも外して、浜路殿、拙者と夫婦にならぬか。ほれ、この通り、宝刀の村雨丸も拙者が持っている。この刀を京都の将軍家に献上すれば、拙者の出世は思うがままです。浜路は口を固く閉じて一言も言わなかったが、胸の内は怪しく騒ぎ立てた。 サモジロの刀は確かに村雨丸に違いない。すると、シノが古賀の重氏港へ献上する刀は偽物なのか。シノは一体どうなるのだろう。女心にも浜地は惜しい決心を固めた。サモジロを倒して村雨丸を奪い返そうと。サモジロ様 こうなってはどこへ参りますこともできません。あなたとご一緒に、京都へ参ります。意外な浜地の言葉に、佐モ次郎は有頂天になった。よくわかってくれました。浜ど殿。それでこそ拙者の骨折りがいがあったというもの。そっと浜地の方に手をかけようとした。その隙をうかがって、 浜まじの手がスルスルとむらさめ丸に伸びて、サモジロ覚悟さっと突き出した白葉をサモジローは危うく避けた。何をするえ、残念最初のひときに失敗した浜まじは、もう必死になって、シャニムにサモジロに切りつけていった。しかし、か弱い女の腕の悲しさ。 隙を見て飛び込まれたサモ次郎に刀を奪われ、えいっ、ズブという女めあっという間もなく、父の舌を刺されてしまった。うーん、危ういところだった。血刀を振るったサモ次郎が、悪鬼のような形相でせせら笑ったときだった。えいっという鋭い気合がやきをついて、 どこからともなく風のように飛んできた一本の手裏剣がぐさっとサモジロの胸へ突き刺さった。サモジロの体はマリのように点灯した。そこへ悠ゆ々うゆうと現れた一人の異常夫は、肌に南蛮鉄の鎖片びらを着込み、腰には取材屋の台頭を横たえた色白い若者であった。 倒れている左右次郎の傍らに落ちた村雨丸を取り上げその切っ先からつば燕まで繰り返し繰り返し眺めていたがやがてにっこり「これぞ音に効く村雨丸だこの名刀が手に入った上は我が大網も成就が近いぞ」と独とり言この若侍の名は犬山洞摂忠友 千年、池袋の合戦で、大木ヶ谷津貞正に敗れて、練馬家一族はことごとく討ち死にし、父、貞友も共に果ててしまった。そこで犬山道説は、主家の仇、父の仇である大木ヶ谷津貞正を討とうと、完全と立ち上がったのである。家に伝わる家藤の術で、修験者に姿を変えて、 その忍術を見せては、見物人から金を集めて、軍用金の足しにしていた。その世も、その帰り道、通りかかったのが丸塚山である。ふと耳に入ったただならぬ女の悲鳴に、聞こえる村雨丸とか浜地とかいう男の声が、同つの胸をドキンとついたのだ。浜地というのは、顔こそ知らぬが、 同ののの腹違いの妹の名前である。声の方向を目指して同説は、まりのように飛んできたが、すでに遅く、女は刺され、男が不敵に笑っているので、とっさの間に、えいと狙った手裏剣は誤たず、悪浪人左右次郎の胸に突き刺さったのである。同説は倒れている歯間地をしっかりと抱き起こしたが、 サモジロのために人たち浴びせられて、哀れ、ハマジは虫の息である。これ、ハマジ、しっかりいたせ、兄じゃ。懐から着付け薬を出して口に含ませた同説は、耳の旗に口を寄せて呼びかけた。あなた様は、苦しい息の下から漏れた声に、お前とは腹違いの兄者。 同説じゃおお兄様しっかりいたせ私はもうだめでございます村雨丸をどうか紫乃様にお渡しくださいませ死の瞬間まで紫のの身を案ずる浜地のいじらしさにさすがに豪気な同説もハラハラと涙を落としたが お前には気の毒だがこの村雨丸は拙者にも必要だ。これを献上すると言ってさだまさに近づきあだを取りたい念願だ。守備よくさだまさを打ってなお拙者の命があったら死のに刀を返すこともできるがもしさだまさのために返り討ちになってしまったらそれもかなうまい。 それがたとえ死に際にある浜路の耳にどんなに無情に響こうとも、どうせつには武士の行き地があった。やがて浜路は,まじはどうせつに抱かれて息が絶えた。浜路、許してくれ。さすが豪気の犬山どうせつも腹たをちぎられる思いであった。この時である。 くせ者、待てというより早く、木陰から踊り出た一人の男が、いきなり同説の後ろからくみついてきた。卑怯者、名を名乗れ。言うな、くせ者。激しくもみ合い、火の出るような大格闘が展開された。どちらとも無双の大力で、くんずほぐれつ、勝負はいずれともわからない。 同うに組みついたこの男こそ、学蔵の犬川宗介であった。宗介は栗橋の宿で篠に分かれ、大塚の里へ戻る道すがら、浜地と同うの様子を立ち聞きし、篠のために村雨丸を取り返そうと、同うに立ち向かったのである。格闘の真っ最中。どうしたはずみか、宗介の腰に下げたお守り袋の紐が、 せつの刀の下げ尾に絡みつき、お守り袋はそのまませつに渡ってしまった。お守り袋の中には、ぎの字の入った大切な玉が入っていた。しまったそれを取り返そうと、宗介の手が緩んだ隙に、せつはさっと腰の一刀を抜き放った。宗介も負けずに刀を抜くと、さっと身構えて立ち上がった。 力も互角なら、剣を取っても互角である二人は、秘術を尽くして切り結んだ。いつか差し出た十九日の月の明かりに、二剣士の影が秘潮のように飛び交った。えいっと切り込んだ同説の刀を、宗助がハッと受け止めたが、切っ先が余って宗助の肘をかすった。おのれ 途端に宗助の刀が一旋して、銅節の肩先へ切りつけた。かわし損ねて銅節の肩からさっと黒地がほとばしった。それと同時に何やら丸いものが飛び出したので、宗助は素早く片手に受け止め、思い知ったかと、なおも鋭く切り込んだ。この時さっと飛びのいた銅節は、 拙者は大毛を持つみ、いつまでここで争うてもおられぬ、またの機会までさらばじゃ。と言ったとき、不思議や同拙の体の周りから、もうもうと白煙が立ち上り、その中へ同拙の姿が次第に薄れていったと思うと、やがてかき消すように見えなくなった。逃げるか、ひきょう者 だ踏む宗けの耳にあざ笑うような同説の声だけが聞こえてきた。いもを遂げるまで、村雨丸は渡せぬ。さらばじゃ。しばらくは、ぼうぜんとして立ちすくんだ宗けが、ふと気がついたのは、手の中の同説の肩から飛び出した丸いものである。あ<っ>それは、 宗助の持っていた玉と同じもので、中という字がくっきり浮かんでいるではないか。宗助の持っていた儀の玉は、同説に持ち去られ、同説の中の玉は宗助の手に渡って、ここに二つの玉はくしくも交換されてしまった。決戦放流閣。 小賀に到着した犬塚志野は、早速、執権職の横堀不比人有村を訪ねて、私は犬塚氏の森高と申すものですが、暴富万策の遺言により、殿の御兄君春王様から、祖父小作がお預かりした村雨丸の立ちを健常に参上いたしました。何分のおとりなしを、 お願い申し上げます」と丁寧な挨拶をしたそれを聞いた横堀不比と有村はかねてから村雨丸のことは聞いていたので「殿のご恩を忘れず法当村雨丸を持参いたしたとは関心じゃ遠路疲れたことであろう追って沙汰のあるまで宿に下がって休息するように」 との言葉があった。のは大喜びで宿に引き下がったが祖父から父に父から自分へと渡ってきた宝刀村雨,雨丸もいよいよ殿へ献上することになってみるとさすがに名残が惜しまれる久しぶりにのは村雨丸の鞘を払いすらりと抜いて刃を改めると 村雨丸が思いもかけぬ鈍頭と変わっているではないか。のは仰天した。波打つ胸を押し沈めて、一体これはどうしたことか、よーく考えてみると、初めて思い当たる節を悟った。村雨丸を体から離したことは、ただ一度、かにわ川に引き録が落ちたとき、それを助けようと、 着物と村雨丸を船に残したが、その時船には、網星左右次郎が一人残っていたことに思いついた。あの引き録に頼まれて、左右次郎が村雨丸をすり替えたことは疑う余地がない。引き録に対して、ぼつ然と怒りがこみ上げてきた。しかし、ことここに至ってはどうにもしかたがない。 有村に会って事の次第を申し上げお許しを願うほかに方法はないしかし運の悪い時はしかたのないものでそう考えていたところへ執権職から使いが来て早速法刀村雨丸をもって途上するようにというお沙汰であったさあこうなってはしかたがない万事を重氏公に申し上げた上で しばらくのご猶予をこい、大塚へ帰って、村雨丸を取り戻そうと決心した篠は、身支度を整えて途上した。犬塚昌作の孫、犬塚篠とやら、頭を上げ、はっ大広間の正面が一段と高くなって、ミスが下がり、そのうちに、 足利重氏がお出ましになっている。執権横堀有村をはじめ居並ぶ侍がきら星のように左右に流れて廊下には身支度整えた武士がぎっしり詰めているという物々しい空気であるその方暴布万作の遺言により村雨丸献上の願い 殿におかせられても神妙におぼしめさるるぞ。持参の宝刀、これへもて。はっ。いかにいたした。さあ、これへ。横堀有村が傍らからせきたてた。ありがたき仰せ。身に余る光栄と存じますが、実は。 先ほど宿にて中身を調べましたところ、似ても似つかぬ鈍頭とすり替えられております。私の不覚にて、何ともお詫びの申しようもございませんが、ここ数日のご猶予を賜りたく、必ず村雨丸を取り戻し、改めて献上できると存じますが、この儀、立ってお許しを願い上げます。 有村の面上には急に激しい怒りの色が現れた。何村雨丸がどんとうに変わったと申すかふふ <laughs> 大胆不敵なやつ。村雨丸を献上するとは真っ赤な偽り。城中の模様を探りに来た敵の回し者であろう。それはとんだお疑い。犬塚氏の神かけて。 偽りは申しません。ええ、言うな、くせ者。それ、こやつを召しとれ。有村の命令一家、廊下にひしめいていた武士が一斉に篠に詰め寄ってきた。くせ者、御用だ。神妙に縄にかかれ。事の申し開きが聞いてもらえなければ、ここを一応脱出するより方法はないと思った篠は、 飛びかかる武士の面々を当たるを幸い取って投げつけ獅子奮陣の立ち回りに武士の面々もしばしば遠巻きのあ様であるそれを見ると短気な重氏公は示談だ踏んでその無礼者を切り捨てよはたちまち篠の周りは剣の林となったとっさに篠の体が鳥のように 一人の武士に飛びかかったと思うと、その刀を奪い取り、賢人のうちへ突き進み、そのまま庭へ飛び降りた。それ、逃がすな追いかけてくる武士たちを尻目に、のは庭の松の木にスルスルと登り始めた。まるで猿のような身軽さだ。松の枝から五点の屋根へ飛び移る。さらに次の屋根へ、 あれよあれよと見上げているうちに篠は前方にある3層の香炉に飛び移りスルスルと登ってしまったこの3層の香炉こそ名を法流閣といい古河の城に聞こえた物見台であった下を見下ろせば何しよう坂東太郎利根川の激流が本場のように岩を噛んでいる もう逃れる方法はない。城の広庭には弓山で持ち出した数百の武士が豆粒のように見える。のはいらかを踏んで仁王立ちとなり、よし、敵が来たら、組打ちして果てようと心を決めた。しかし、誰一人として法流閣に登ってのと戦おうというものはない。 先ほどからの鬼神のような働きにすっかりおじけづいてしまったのだ。「有村、たかが若者一人、家中にはあれを捕らえる者はおらぬのか?」。重氏は有村を呼んで激しく叱った。はっ、執権有村はふと獄中につないである犬飼源八信道に気がついた。 旗と膝をつと、膝をつたちにに部下に命じ犬飼玄八を引き出してまいれ。は犬飼玄八は天下に名高い二階堂山城守の,の皇帝で武芸の達人。古都に鳥物にかけては国中誰も及ぶものがないという勇士である。ところがこの玄八は、 執権有村の横暴を嫌って何かにつけて盾を突き、しまいには糸まごいまでしたので有村に憎まれ、訳もなしに獄舎に放り込まれるという不運な武士であった。城中人大師といえど、犬塚志乃に立ち向かえる者は、この犬飼玄八を置いて他にはない。早速呼び出された玄八に、 あの放流郭に登ったくせ者を召し取れと執権有村の命令が下ったは必ず召し取ってご覧に入れます獄中にあって腕のムズムズしていた玄八は二つ返事で引き受けた身支度かいがいしく玄八は放流郭へ登っていった目ざとく見つけた志乃は油断なく身構えて 流角上にたた。だならぬ殺気が流れたさがれ紫乃のたちが白日を吸ってきらりと光った良子は互いに呼吸を図って行き詰まる空気がしばらく続いた。 突然それを破って「えい!」と原発の実手がひらめいた「おう!」とののたちがこれをはね返すすさまじい激戦である「追いつ追われつ戦いは容易に決しない」そのうち篠野の一党がものすごい勢いで原発の眉間へ殺到したが原発は間一髪体をかわして実手でさっとしのの一党を振り払った この時篠野たちは燕からポキリと折れてしまった。核なる上は組打ちで参れ望むところだ。原発もじっ手を投げ出しここに二雄氏は雲にそびえる放流角上に壮烈な肉弾戦を展開した。くんずほぐれつ必死に組み合った2人は ごろごろと下へ転がっていったかと思うとあっという間もなく数畳の屋根の上から滑り落ちてしまった下は渦巻く大利根川の流れそのまま落ち込んだらいかに言うなりとはいえ死の原発の命はないここにまた下総の国 行徳というところに入江橋という橋があった。そのたもとに宿屋を営んでいる粉や文吾兵という老人があって、死に別れた妻との間に子供が二人あり、長男は古文吾といい今年二十歳で身長五尺九寸、一メートル八十、武芸人に優れた異常府であった。 妹の縫いは十九歳で、市川の山林房八という船頭のところに嫁入り、大八という男の子があった。今日は土地の五頭天皇のお祭りだというので、町の人は飲めや歌えやの大騒ぎをしていたが、豊後兵衛は町の騒ぎを避けて、利根川のほとりで一人静かに釣りをしていた。 夕暮れ近くなって、ぼつぼつ腰を上げようとしていたときだった。折からの引き潮に乗って、一層の小舟が流れてくる。船には誰も乗っていない。不思議なことがあるもんだと近づいてくる船の中をのぞくと、船の底に二人の若い武士が死んだように倒れている。驚いた文吾兵衛は、 早速船に飛び移りよく見ると一人の武士の顔に見覚えがある「おおこれは玄八さんしっかりしろ玄八さん」大きな声で呼んだが返事がないもう一人の武士も目を閉じ歯を食いしばって身動きもしない途方に暮れた文吾兵衛が 家に帰って薬を持ってこようと立ち上がった時慌てて一方の武士の脇腹に強くつまずいたうーんその表紙に精気づいたのは犬塚篠であった法流閣から犬飼玄八と取り組んだまま足を踏み滑らしてそのまま気を失った篠であった屋根から滑った篠と玄八は ちょうど法流閣の真下につないであった小舟に落ち込んだ時その反動でつないであった綱がぷつりと切れ二人を乗せた小舟は利根川の濁流にもまれて流れ出したのであったおお気がつかれたか文吾兵衛は喜びの声を上げた志乃は傍らに目をやり法流閣で死闘を重ねた相手の 犬飼い原八が倒れているのに気がついた「どうなされたこの人は私の知人で犬飼健兵衛殿の息子で原発という人だがおお頬に牡丹のあざがある」篠は思わず声を上げた「放流閣上で死闘の限りを尽くした相手が自分の兄弟であったとは」 何という苦しき因縁だろうかこの玄八殿とはどういう人ですか篠は体を起こして豊後兵衛の方へにじり寄ったもう十九年にもなりますが古河の足軽頭で犬飼賢兵衛という方がこの入江橋のたもとで身投げ男を助けた時 その赤ん坊を引き取ったのです。それからちょうどわしの子供の分子分吾が生まれたばかりなのを幸いに一緒に父をやって育て今は義兄弟の約束までした中じゃ。もしやその身投げをしようとした男はぬかすけとは言いませんでしたか。どうしてそれを いぶかる文吾兵の言葉に篠は初めて納得した。今の文吾兵の話といい、右の方のボタンのあざといい、この玄八こそ百姓糠助が今輪の際に篠に語った玄吉に違いない。なんという不思議な因縁であろう。私一人、命を全うして。 原発殿を殺しては死んだぬかすけに合わす顔がないごめん」と言ってのが腹かっきろうと刀を取り上げた時「お待ちあれ」と呼んだのは死んだように倒れていた玄八であるおお気がつかれたか玄八さん文吾兵衛だ2二人は喜びの声を上げた。 玄八は夢うつつに二人の話を聞いて、なお詳しい話を篠に求めた。篠は大塚におけるぬかすけの生活から、臨終の模様、最後に託された遺言まで、こまごまと語った。玄八は双眼に涙を浮かべて聞き入ったが、そういえば、お守り袋がここにあります。ご覧ください。 と懐から取り出したお守り袋開いてみると中から現れた白い玉に真の一字が鮮やかに浮いているのである「おおこの玉は私のものと同じものだ」と篠の取り出す「公」の玉に2人は感慨深く顔を見合わせた「私の玉には公」の文字 原殿の玉には真の文字、私の義兄弟、犬川宗介は義の文字の玉を持っている。そして三人ともボタンの花のあざがあるとは。篠の言の葉を追いかけるように文語兵が、実はわしのせがれ古文吾も帝の玉を持っています。古文語が父を離れた祝い,いに。 せきはんをたいたところそのわんのなかからころがりでたしろいたまに「て」のもじがういていました。さらにやっつのときにこどもとけんかしてうしろにあったいしにしりをぶつけたところがあざになりおおきくなるとそこがぼたんのはなのようなかたちになったのです。とここまでかたったときだった。 水際の足がざわざわとなった。と見るとぬっと首を出した若者があった。何者だと三人は一斉に身構えたがこれぞ今うわさしていた犬た小分吾その人だった。小分吾かびっくりするではないか。文吾兵衛に叱られてろく尺豊かな小分吾は笑いながら頭をかき。 お父さんの帰りが遅いので見に来たところ船の中の話を聞いてまた家へ帰りご案内しようと着替えを用意してきたのですよ抱えてきた風呂敷包みを解くと二人の着物に傷の公約まで入っているという細かい心遣いである古文語の行為に感謝しながら二人は手早く着物を着替え 後にたにかけ残った小文語は二人の脱ぎ捨てた血染めの衣を風呂敷に包んで背中に背負うと船を力いっぱい中流に押しやってさて立ち去ろうとした時「待て!と」と後ろから刀のこじりを押さえて引き止めるものがあった。 うるさい小文吾は振り向きもせず背中で体当たりをくれるとくせ者はもろくも地に転がった。バカ者めと一喝して小文吾は悠ゆ々うゆうと引き上げたがその時風呂敷包みからこぼれ落ちた篠の着物を拾い上げてくせ者が足の茂みに消えうせたことにはさすがの小文吾も気がつかなかった。 その世は、五頭天皇の祭りに出かけて、宿の下男下女は一人もいなかった。たった一人の泊まり客、念玉坊という山伏も祭り見物に出かけたので、篠と玄八、文五兵親子は心置きなくよも山の話に花を咲かせていた。夜更けになって、表の戸をトントン叩く物音がした。 四人は思わわず顔を見合わせた。古賀の城中からは早くも篠の忍相書きが四方に飛んで草の根を分けても探し出して飯取れという重氏の命令に腕利きの武士が篠の行方を探索していた追ってかもしれぬぞと素早く立ち起こしに立ち上がった古文吾は油断なく雨戸を開けた。 もし、小文吾さん、わしだ、塩浜の勘士郎だ。浜辺で村の若い者と市川の者が殴り合いを始めて、けが人は出たし大変な騒ぎだ。わしたちじゃこの喧嘩はとても止めきれねえ。なんとかしておくんなせえ。と、いきせき切った喧嘩の仲裁頼みである。 古文吾は舌打ちして嫌な顔をしたが、これは捨てておけない理由があった。市川のものといえば、あの山林房八の子分に違いない。房八は古文吾の妹の夫であるが、非常な力の持ち主で、古文吾と八幡神社の宮相に顔を合わせて、古文吾のために投げられたことがあった。 この相撲を根に持った房八の子分が喧嘩をふっかけてきたことが想像される。よし、すぐ行くぞと古文吾は返事をするとすぐ身支度を始めた。子文吾、お前も武士だ。売られた喧嘩を買って無益な力技をしてはならぬぞと文五兵衛はきっと戒め。 小文吾の腰の刀のつばに小よりで封印をしてしまった。では、ごめんと小文吾は、しのや玄八に会釈すると、勇んで外へ飛び出していった。その夜、ぐっすりと眠った玄八は、夜中に異様なうなり声に夢を破られた。そのうなり声は、隣の床に寝ている しのの口から漏れているのであった。驚いた玄八が、どうしました、死の殿と顔を覗くと、真っ赤な顔から油汗が流れ、歯を食いしばって苦しんでいる。よく眠っている玄八に迷惑をかけまいと、一人高熱にもがいていたのだ。玄八の声に、隣室から飛んできた文吾兵が、これは、 手傷が破傷風になったに違いない。と眉をひそめると、旗と二人の顔に等枠の色が流れた。近くに医者はあるが、それを呼ぶことは、お尋ね者の死ののありかを人に知らせてしまうことになる。芝浦まで行けば、破傷風によく効く薬があると聞いております。一走り、私が行ってきましょう。 死の殿の,のことは頼みます。何この夜更けに芝浦まで。さよう。ここから芝浦までは、六里の道のりがある。しかもこの夜更け、友情に熱い玄八は、死のを文吾兵に託して、芝浦へ出かけた。後に残った文吾兵は、苦しむ死のの枕元につきっきりで、 病む傷口を水で冷やしたり、かゆをたいてすすめたり、手厚い看護を繰り返して、原発の帰りを待ちわびていたが、ふと門口から聞こえる男の声に耳を立てた。「粉屋の旦那、大官様から下級のお呼びだ。わしと一緒にすぐ来てもらいたい。」。大官からの呼び出しを断るわけにはいかない。 しかも家には重病に苦しむのがいるというのに、文吾兵は心を鬼にして立ち上がった。ど殿、しばらくお一人でお待ちください。間もなく玄八さんが妙薬を求めて帰ります。後ろ髪を引かれる思いで文吾兵衛は迎えの男と連れ立って大官屋敷へ出かけた。そういうことが、 喧嘩の,の現場に駆けつけてこちらの無抵抗をいいことに山林の古文が打ちかかってくるのをあしらいなだめやっと仲裁ができたが虫が知らせるというのか留守のことがたまらなく気にかかり飛ぶように家路を目指して田んぼ道まで来ると突然バラバラと現れた取り手が 小文れは何事人違いなないさるな小は刀の塚に手をかけると油断なく身構えたその時物陰から一人の武士が現れて拙者は古賀の家中のものだが何時の父文吾兵衛が犬塚氏のをかくまっていると聞き引き立てて参るところだ何時 もし親の縄目が解いてほしければくせ者を召し取ってまいれ」と詰め寄ってきた「おうお父さん」見れば後ろ手に縄で,縄で縛られた文吾兵衛が取り手に引かれている「いかがいたした小文吾」くせ者召し取りが不服なら何時も文吾兵衛もろとも引っ立てるまでだ。 ほとほと等惑した古分吾だがとっさに起点を利かせてお言葉承知いたしましたしかし私は昨日からの祭りに遊び続けて家に誰が泊まっているかもしりませんもしそんなくせ者がおりましたらからめとって突き出しましょうただいまお話に聞くとそのくせ者は武芸達人とのこと 大勢で取り囲んでは帰って取り逃がす恐れがございます。私一人で寝首をかいて参りましょう。と、誠しやかに述べたてた。古文語の豪遊は近隣にも知れているので、相手はうまく騙された。よし、何時に任すが、必ず抜かるな。文吾米は癖者の,の首を持参するまで、 東方にとどめておくぞ。いいな。はい。彼がくせ者の,の人相書きだ。頼んだぞ。と、篠の人相書きを渡すと、再び文吾兵を引っ立てて、一行は立ち去っていった。とぼとぼと引かれていく文吾兵の後ろ姿を、涙に曇る目で見送って、小文吾は、 らたをちぎられる思いがしたこの場はうまく言い逃れたもののこれから後をどうしたらいいのか小文吾は思案に悩みながら家に戻ってきた宿ではのが傷の痛みに一人あえいでいて原発の姿は見えなかった何にも知らぬ小文吾は驚いて篠の解放に努めた やっと眠りについた病人に,にほっとしたように小分母が店先へ出て行ったその時泊まり客の粘玉棒がどこで手に入れたか大きなほら貝を下げて上機嫌で帰ってきたやがて粘玉棒の部屋から尺八の音がそぞろに哀愁を帯びて響いてきて 子文吾の胸に切々として染み入ってくるのであった草八の擬鏡こうこうと出る月影を浴びて二丁のかごが飛ぶように走ってきて粉屋の店先に止まった誰かと思って子文吾が出てみるとかごから降りたのは子文吾の妹で 今は山林房八に嫁いだ縫とその子供第八それに房八の母親妙心の三人であったこの夜更けにどうしてここへ縫はがっくりうなだれて答える元気もなかったその時妙心がやっと「実は房八が縫と第八に」 暇を出しました」と言った「え何の訳があって離縁などそれがお家を騒がすくせ者などをかくまうような男の妹を家に置いて自分もお咎めを食うのはばかばかしいというのです」それを聞いて小文子の胸は煮えかえるようだった「ひきょう未練な房八め 誰が貴様などに大事な妹を渡すものかとたぎり立つ怒りをやっと抑えてそういう事情ならともかく妹と子供は引き取りましょうそれではどうぞお願いいたします房八の母明神は逃げるように帰っていった泣き沈む妹を優しくなだめた古文吾は とこに入ってもまんじりともせず、子がの家畜との約束にまた頭を悩ましていた。そこへまたもや表の戸を乱暴に押し開けて飛び込んできた男があった。誰だ？俺だ。ふさはちだ。小文語はまりのようにとこからねをきた。 ふさはちは尻をまくって座敷の真ん中に大あぐらをかき。やい、小文豪。犬塚とかいう男を隠しているだろう。ここへ出せ。ははは、冗談言うな。誰がそんなものを。とぼけるな、小文豪。これを見ろ。小脇に抱えていた風呂敷包みを開けると、中から取り出した一枚の着物を、 ほんと子文語の前へ投げつけた。あ<っ>一目見て、さすがの子文語も思わず顔色を変えた。驚いたか、子文語。さあ、そのくせ者の,のところへ案内しろ。貴様の妹とは縁を切ったし、赤の他人だが、恩賞に預かったらちったわ分けてやるぜ。ふさはち憎々しげに笑って、 奥座敷の方へ踏み込もうとしたがそこへやったら一大事だ「待て!」小文語は大手を広げて立ちふさがった「なんという卑怯な男だ」「昨日小文語が貸しで不覚に落とした篠の着物を拾って房八は篠を召し取って恩賞に預かろうと長年苦労をさせた女房まで縁を切ってその実家へ暴れ込んできたのである」 うるさい、どうかのか。目をちばしらせた房八は刀の塚に手をかけた先ほどから次の部屋で胸を痛めながら様子をうかがっていた縫いはたまらなくなってその場へ駆け込んできた「待ってください」と叫びながら2人の間へ大八を抱いたまま飛び込んだ「ええ引っ込んでろ」房八がパッと とけり上げた足が縫いには当たらず、子どもの脇腹を強く蹴上げたので、ムザンにも大八は声も上げないで息が絶えてしまった。わーっと泣き崩れる縫いを尻目に、ち迷ったふさ八はとうとう刀の鞘を払って小文語に切りかかってきた。うぬ、ん。怒り浸透に発した小文語はひらりと体をかわし様、ま。 一頭抜いて切り返した。火花を散らす激しい乱戦が続いた。第八を蹴殺されて反響乱になった縫は今また兄と夫の命のやり取りを眺めて黙ってはいられない。お待ちくださいと叫ぶとなんとか二人を引き分けたい一心から白羽の間へ飛び込んだのだ。危ないぞ縫のけ。 この人でを叩き切ってくれる。古文語が大声で叱りつけたがその言葉も耳に入らぬかのように「どうか刀を引いてください」「五章です」「邪魔するか」いらだったように房八は片足を上げて縫いを蹴りつけたので縫いはばったり倒れたが今度は必死になって房八の足へしがみついた「うぬん 脅かすように振り上げた刀が足をつかまれてよろめいた。と同時に、ふさはちの手元が狂って、ぬいの父の下をざっくりと切り下げた。あわれ、ぬいは夫ふさはちのために、わが子を殺され、今ま,またその狂人のもとに父を浴びて倒れてしまった。妹の敵、思い知れその時、 古文語の必殺の一頭は電光のように房八の右肩に食い込んだどっと倒れる房八にとどめの一頭をすかさず浴びせようとした時「古文語待て言うことがある」房八は苦しい息の下から声を振り絞った「この後に及んで卑怯ではないか」 卑怯で言うのではない。しばらくまて。早く申せ。ふさはちは苦しい息をついて。古文との、今までの無礼を許してもらいたい。あれは拙者の本心ではなかったのだ。今、お身に打たれて、拙者の本望は、 やっと遂げられた気がする思才ありげな様子に小分吾が後を促すと房八は父潮の中に喘ぎながら意外な物語を始めたおとといの夕方拙者は利根川べりを通りかかってお前たちの話を聞きお前たちが 犬塚ど殿をかくまうことを知っていたお前たちの義経心に拙者は泣かされたのだ何とかしてど殿を助けてあげたいものと考えてお前に話そうとした時くせ者と間違えられてそれもできずお前の落としたの殿の着物を拾って帰ったのだ人相書きを見れば 死の殿と拙者は生き写しほどよく似ているではないか。拙者は死の殿の身代わりになろうと思ったのだ。拙者はまず相撲の恨みと偽って、市川の若い者に喧嘩を売らせて、お前を怒らせ、次には心にもなく縫いを離縁し、最後には 拾った着物を証拠に死の殿を捕らえようと。みんな古文語殿に打たれたいための拙者のたくらみだったのだ。さあ首を打ってくれ。拙者の首を死の殿の首と言って役人に差し出してくれ。 そう言い終わると、房八はがっくりと頭を垂れた。さちどの、知らなかった。許してくれ。なんという尊い犠牲だろう。小文吾は落ちる涙に頬を濡らして、房八の霊に手を合わせた。しばらくして、小文吾はふと、 若い男女の血を合わせて用いるといいという家に伝わる破傷風の両方に気がついたそうなれば縫いが誤って刃に倒れたのも犬死ににはならずに済むそこにあったほら貝を取り上げるとこれに縫いと房八の鮮血を入れて子分母はしのの部屋に入ろうとしたところが心せくままに敷居につまずき てにもっていたほらがいを落としてしまったしまった。小文吾が慌てて駆け寄ると不思議やしのは頭から鮮血を浴びてにっこり笑っている青白かった顔色はバラ色に輝き傷口も癒えてこの気宝の光景はすばらしいものであった房八の、 このご恩は死んでも忘れぬぞ」。死のと小分吾は房八の死骸にすがって涙ながらに感謝の言葉を述べるのであった。「神隠し」。「房八のぎれつな最後によってけろりと破傷風の治った死のと小分吾は房八の冥福を祈った。 しかし、古文後には気がかりなことがあった。というのは、ただ一人の客、粘玉坊が、先ほどからの話を聞きはしなかったかということである。もし聞かれていて、訴えでもしたら大変だ。ふさ八や縫いの最後も無駄死にとなり、せっかく破傷風から救われた死のに追っ手のかかってくることは間違いない。 棒のいる部屋の様子を探って、怪しければ、血祭りにあげてしまおうと、しのと小文語が話していた時だった。突然、ガラッと障子が開いて、粘玉棒が首を出したので、待、ま、っていましたとばかりに、二人は刀を引き寄せ身構えた。しばらく待たれよ。我こそは、粘玉棒とは世をのぶ仮の名。 まことは、阿波国の神、里見地豚雄吉真の家臣、金丸八郎高吉が一子、大介高則法師、主大坊。また、こちらにいるのは、伏姫君のお守り役だった、天崎十郎照武の長男で、天崎戸一郎照文である。 怪しまれるのも無理はないが、実は考えがあってやったこと。今からお話申す。と、初めて本名を明かした粘玉坊は、御身もこちらへ。と、後ろに続いた甘崎戸一郎を促して、やがて二人は、死のとこ文吾の前に座った。死のとこ文吾は、 ことの中大坊は伏姫を孟剣やつさの手から救おうと安の国富山の奥で八つさを見事に殺したが誤って姫まで撃ってしまったことからその時伏姫のつけていた仁義礼智中心皇帝の忠大坊をってたていたの 8文字の入った水晶の数図が空中に飛散したのを集めようと全国を安揚していたが下草の行徳の古文語という宿屋の子供の体に牡丹の花に似たあざがあると聞いて粉屋に泊まり込み古文語の様子を探っているとおとといからの騒動で死の原八の領人も玉とあざを持っていることがわかり さらに、犬川宗助も玉を持ち、ボタン型のあざがあると聞いたので、かねて呼び寄せてあった甘崎と一郎を促したことなどを事細かに聞かされた。篠と小文吾の驚きは非常なものであった。主大坊はここに、篠、玄八、宗助、小文吾と、 四つの玉の行方を突き止めることができたわけである。水晶の玉と牡丹の花の形のあざの不審が今ここに解けた。なんという不思議な因縁であろう。死のとこ文後は顔を見合わせて舌を巻いた。おお、かわいそうに。そういった チュダイボーはふさはちにけられた第イのなきがらをそっとだきあげたが、死んでだいぶたつのに、このこのかおいろがいきているようなけっしょくなのはふしぎなことだ。と、第イのみくをみようとすると、しんだはずの第イがいきをふきかえし、げんきなこえでなきだした。第イがいきかえったぞ。 不思議なことがあるものだ。目を見張ってこの奇跡に歓喜した一同は、続く奇跡にもう一度目を丸くした。生まれながらに右手の拳をしっかり握ったままで、片輪ではないかと、ふさ八夫婦を痛く悲しませていた大八の手が、パッと開いた。それでさえ不思議であるのに、 その開いた右の手に白い玉が乗っている。しかもその玉にはジンの文字がある。玉を持っている以上、第鉢のどこかにボタンの花のあざがあるに違いないと、第鉢を裸にしたところ、ふさに蹴られた脇腹にくっきりと染みついているボタンのあざ。そうだ、思い当たることがある。 がをりした。「『ぬいが2歳の時父文吾兵衛が網打ちに出かけ何か光ったものが網にかかったがそのまま光が消えたので気にもせずにうちへ帰ったが明くる日網を干そうとしたところ光るものがコロコロと落ちちょうどそこに遊んでいたぬいがつまんで口に入れて飲んだことがあった。 今思うとやっぱりこの玉に違いない。主大坊は大きくうなずき「この子はまさしく御身たちの義兄弟犬江新兵衛正と名付けたらよかろう」と言った。ふさはち縫いを失った悲しみとしのの全開。 第八の蘇生の喜びと、誠一座は引きこもごものありさまであった。その時、表にただならぬ物音と叫び声が聞こえてきた。小文吾が走り出て戸を開けると、キャーという悲鳴を上げて、目の前にぶっ倒れた大男があった。よく見ると、塩浜の甘四郎で、 頭を割られて即死している。そこへ、右と左の小脇に、ジタバタもがく二人の男を抱えて、悠ゆ々うゆうと歩いてくる豪傑がある。芝浦へ、破傷風の薬を買いに出かけた、犬飼玄八であった。玄八殿、そいつらは、土地のならず者だ。これは古文語どの。 こいつら三人目が、雨戸の隙間から中を覗いて、何かひそひそ話しているのを見つけたので、ひっとらえてやったのです。原発の合力に首を絞められて、二人の悪者はぐったりと気絶してしまった。この男たちに、大干書へ訴えられたら一大事。危ういところ、原発の活躍で食い止められた。 玄八が園路を走って手に入れた破傷風の妙薬は不要になっていたが元気になった篠はその行為に感謝し玄八はまた篠の全開を我がことのように喜ぶのであった。塩浜の勘四郎一味は玄八の海力に成敗されて事なきを得たがまだどこに患者が潜んでいるか知れない。 油断は絶対に禁物であった。その夜の明けるのを待って、小文吾は房八の首を持って、くせ者犬塚志乃を成敗してまいりました。と古賀の家臣のところへ出頭した。房八の顔があまりにしのに生き写しのため、何の疑いもかけられずに、あっぱれ よくやった」と小文語の手柄を褒めそやし父文吾兵衛の縄もすぐさま説いてくれた父をいたわりながら家に帰った小文吾は「さあもう大丈夫です」「川筋見張りの役人も引き上げましたこの隙にお出かけください」と死の原八に勧めた 何から何までお骨折り、なんとお礼申し上げてよいか。そのお礼なら、ふさはちに言ってください。ふさはちの偽首がお役に立ったのです。小文語がしんみりと言った。死のと玄八とは、ふさはち夫婦の亡骸を船に乗せて、市川へやってき、人知れずその亡骸を葬った上、 武蔵の大塚の里に犬川宗介を訪ねていった。古文吾は途中まで送っていった。主大棒はまだわからない三つの玉を求めて、ひ然として旅に立った。後に残ったのは、大八を抱えた祖母の妙心と文吾兵だった。ところが、ここに一人の悪者があった。 赤島かじくろうという漁師だが、子にも嫁にも死にかれて、頼りなく暮らしている妙心を見ると、前からよからぬ心を抱いていたかじくろうは、ふさはち夫婦のふたなぬかという晩に、いきなりその家に押し込んできて、いろいろ無理なことを言いつけた。その時は手強く拒んで追い返したが、その後、妙心が大八とともに、 阿波に去ろうとして、迎えに来た甘崎と一郎と共に家を出て行く道すがら、大勢の悪者どもを引き連れて、急に襲いかかった。かじくろは素早く大八を引っ捕らえ、言うことを聞かぬと、このガキを殺すぞ、嫌かどうか、と迫った。甘崎と一郎が一足遅れて駆けつけて、 カジクロをただ一ちに切り捨てようとしたが、ちょっとでも動いたら、このガキ目の命がないぞ。うぬらの刀で筋金入りのカジクロは切れめとと悪たれる。ト一郎ははがみをするが、人質を取られているのだからどうにもならない。するうちに、空がにわかにかき曇り、 天地も真っ暗になったと思うと、村雲が渦を巻いて舞い下がり、大八をその渦に巻き込んで空高く登っていった。かじくろうも共に雲に巻き上げられたが、やがてどーっと投げ下ろされた。と見ると、真っ二つに引き裂かれていた。第八はどこへ行ったか。 妙心は嘆き悲しみ、自分も自害して後を追おうとまで思い詰めたが、豊一郎に慰められて、ともかく元大塚におもむく。後、第八は犬江新兵衛正氏という立派な剣士となって現れ、大きな手柄を立てた。伏せ姫の霊が第八を哀れみ、この時、 情けの神隠しにしてくれたのである。